メルジーヌはフォンテーヌ。ガンザンハチク。撃ち続けて。うん、フォークをたたえ。静粛に。高き者、私は下げず。剣女盤石。じゃじゃーん、歌え、僕の名のもとに。騒ぐな。堂々不意打ち。わお。
岩山八九。方向を讃え打ち続けて。うん、堂々打ち。やっほー。静粛に。討伐となるがいい。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。データのサンプルは多ければ多いほどいい。メルジームはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。暗光を開く。お披露目だ。光輝くがいい。堂々不意打ち。気をつけなさい。騒ぐな。海、私は帰ってきた。
水の味は実に幽遠な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。この同点も同点についてお客さん、こっちこっち。いい知らせがあるんだ。観客にす待って待って、言いたいことだから、わからないくらいがちょうどいいんだ。魔女の姉ちゃんの魔法は愛と同じで、考えるんじゃなくて感じるものなんだよ。まあそう言われると納得で、絵の世界にはそして試練を乗り越え、絵の具はもう額縁に。お客さん、準備ができたら絵のせ口笛を吹いて悩みを忘れて。燃やし尽くせ！
判決を下す。判決を下す。
勘弁してくれよ。いやいや、クラッ。おい、いい加減に。声が綺麗だか。そうだ、それくらい覚え。おい、見たか。オイラの喧嘩、ますます状況がわからなくなってきたぞ。とりあえず追いかけてみようぜ。あの2匹の髪の。
もしお二人はあちらの予言の崖からいらしたのですかな。うわー、何ですと。誰が太っちょねず私はアーモンド、この祝福の森の長老です。ここで予言の勇者を待っているのです。なあ、オイラの方をつね。なんと。いや、ここがオイラたちの知ってる世界じゃないのは。異世界の勇者とその仲間が。おっと、私の髪は。ゆっくりで大丈夫。どこから話せばよいのやら。昔、おお、そう、昔昔、魔法と武、その後星と奇跡をつ、最後に、それは、そして最後に。え、先日、そうだ、それってお前の待ってる勇者と関係あるのか。ええ、多くを忘れてしまいましたが、あれだけは決しては。あやつは不吉な、怖す、恐ろしいのは、うほう、創世の髪は濡れても干せますし。お、なんだそれ。我々の生命維持に、それが。あ、ええ、じゃあほう、いえ、それは、もしよろしければ私と共に森のよ。はい。うわ、あれ、あそこの芝生なんか変だな。インク酒場が色あせてああなってしまったのです。ここです。少々お待ちを。今なら妖精殿もおられるかと。あ、旅人パイモン。あれ、その声は。よかった。あ、森の妖精って。ありがとう。実はまだちょっと変な感じがするんだけどね。グランドバザールで夢の中で、最初はこの世界のこと。オイラたちも。ごめんね。気にすんな。ほう、アーモンド長老、二人を連れて。ええ、私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ。さすがニーロ。うん、なるほどな。残念ながら小屋にある本からして、女神は本のページで。本にもざっと全部よ。アブラカダブラとは我が子。アブラ。他の本も読んで。これからどうするんだ。うん、そうだな。正直でも衣装に着が。そうやって踊ってたらすごく前向きなんだな。うん、ターゲットは絞れた。
財を得る方法あり。よし。よし。
いいのよ。
難攻不落よっほっ痛がっちゃいないで、どの芽が出るかしら歌え僕の名のもとにローズクラッカースピナディローズの特注版よよっ気をつけなさい剣道具ここにあるどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。岩山八九僕を称えよ。
ぜ。